はい、こんにちは、しゅうやです。カーコンフィギュレーターチュートリアルパート2はプロジェクトと車のブループリントの作成です。今回の内容は大きく分けて3つです。1、プロジェクトの作成と設定。2、車のモデルのインポートと配置。3、マテリアルの作成とアサイン。では早速やっていきましょう。では最初にプロジェクトを作成していきます。今回は UE4.24 を使用します。インターフェースは英語です。起動をしてプロジェクトブラウザーが開きましたら、ゲームスを選択します。テンプレートはブランクでいきます。スターターコンテントはノースターターコンテントにしておきましょう。ネームは何でも大丈夫です。今回はカーコンにしておきます。プロジェクトが開きましたら、まずエディットからプロジェクトセッティングスを開きます。オールセッティングスにして、こちらにクリアーと入力します。そしてクリアーコードイネブルセカンドノーマルにチェックを入れます。こちらをオンにすることで、マテリアルでクリアーコードを使用することができます。一旦再起動しなくて大丈夫です。次にエディットからプラグインズを開きます。ビルトインで HDR と入力して、 HDRI バックドロップをオンにします。そして再起動します。再起動できましたら、車のモデルをインポートしていきます。コンテンツフォルダにインポートするフォルダを作ります。まずニューフォルダーからカーというフォルダを作ります。その中にさらにメッシュというフォルダを作ります。この中にモデルをインポートしていきます。こちらはエクスポートした FBX です。パーツごとにエクスポートしています。このように部分ごとにホルダー分けをしておくことで、このホルダー構造を保ったままアンリアルにインポートすることができて分かりやすくなります。まとめてインポートをしていきます。インポート設定では、マテリアルインポートメソッドを Do not create material にしておきます。こうすることで DCC ツール上でアサインされているマテリアルが読み込まれません。インポートテクスチャーズもオフにしておきましょう。そしてインポートオールをします。インポートできましたら、次に車のブループリントを作成していきます。右クリックからブループリントクラスアクターを選択します。 BP カーと命名しておきます。これは何かと言いますと、ここに先ほどの車のモデルを配置していきます。車を一つのアクターにすることで使い回しやすくもなります。また後ほど作る色を変えるための処理やドアを開けるための処理もここに追加していきます。なのでこれがコンフィギュレーターのメインとなるものです。では先ほどインポートしたモデルを入れていきましょう。下にコンテンツブラウザーがない場合は、ウィンドウのコンテンツブラウザーから追加することができます。わかりやすくするために、まず Add コンポーネントからシーンを一つ追加します。こちらはボディとしておきましょう。そしてボディのメッシュをすべて選択してドラッグ&ドロップします。すべて読み込まれました。次にドアを作成していきます。同じようにシーンを作成して、ドア R としておきます。同じようにドアのメッシュをドラッグ&ドロップします。原点に配置されているので DCC ツール側で正しい位置を確認します。マヤの場合はこちらのローカルスペースでピボットの位置を確認することができます。またツールによって座標系が違うのですが、マヤの場合はマヤの X をアンリアルエンジンの X、 マヤの Y をアンリアルエンジンの Z、 マヤの Z をアンリアルエンジンのY に入力することで正しい位置に持ってくることができます。わからない場合はとりあえず入れてみて、間違っていたら修正すれば良いと思います。そしてこうすることでシーンを回転するだけでドアを開閉することができます。次に反対側も作っていきましょう。すべて選択してコントロール W で複製します。反対側はドア L としておきます。そしてこのシーンを選択して、スケール X をマイナス1にします。
そしてロケーションをにマイナスを付け加えます。そうすることで反対側も配置されました。次にタイヤも同じ要領で追加していきます。デフォルトシーンルートを選択した状態でアドコンポーネントでシーンを追加します。タイヤ F、L としておきます。そしてタイヤを追加します。こちらも原点に配置されているのでドアと同じように正しい位置に持ってきます。正しい位置に配置されました。後ろも同じように配置していきます。今回は前後で大きさが違っているので前と後ろで別のメッシュを使っています。タイヤをすべて配置することができました。残りのオブジェクトもボディと同じように配置していきます。すべて配置できましたら今度はマテリアルを準備していきます。今回はオートモーティブマテリアルズパックを使用していきます。このマテリアルは自動車に特化したマテリアルライブラリーで、クオリティも高く自動車系のプロジェクトでは重宝します。マーケットプレイスからダウンロードすることができます。まだダウンロードしてない場合はダウンロードをしてプロジェクトに追加していきます。プロジェクトに追加することができましたら、このようにオートモーティブマテリアルズというフォルダーが追加され、中にマテリアルやクッションが追加されています。このまま使っていただいても良いですし、これをベースにオリジナルのマテリアルを作成しても良いです。チュートリアル通りやっていただいている方は動画を一旦止めて各々で好きにマテリアルを設定していただければと思います。例えばガラスなどはこういったものがありますので、ここから選んでアサインします。ただ車の外装のペイントだけは後ほど色を変える処理を加えたいので、一旦マテリアルズのエクステリア、カーペイントのこちらのマテリアルを使用していただければと思います。またライトに関しても後ほどつけたり消えたりする機能を追加したいので、エクステリアのライツのこちらのマテリアルを使っていただければと思います。チュートリアルではこのランプブルーをヘッドライトに、ランプレッドをリアライトに使用しています。はい、すべてのマテリアルがアサインし終わった状態です。すべて設定するのは大変かもしれませんが、クオリティに関わる重要な部分なので頑張ってください。今回は以上となります。次回は背景を作成してその中に今回作った車を置いてみたいと思います。わからない部分や質問がありましたらコメントしていただければと思います。コメントで答える場合もありますが、詳しく説明した方がいいことや補足した方がいいことはブログに記載していきます。ブログの URL は詳細欄をご覧ください。動画が参考になりましたら、高評価やチャンネル登録をしていただけると励みになります。では最後までご覧いただきありがとうございました。